はい、皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。いよいよやってきました千人ロック2023、1日延期だったんですけども、無事今日日曜日開催となりました。で、今回は私のドラムセットに加えて、もう一つ私はいつも の赤いセットでやってもらうんですけど、今日はゴールドの方のセットもダブルで、持ってきました。はい、では、私のお友達を紹介します。大さんです。よろしくお願いします。何回か一緒にボーイのセッションとか、その前のなんだブルーハーツの時に一緒に、で、大さんのドラムセットちょっと映してください。非常に独特で、このシンバルがすごいんです。で、めっちゃうまいです。大さん、玉のセットでやってるんですけど、めっちゃうまくて、私前回はすごい人いたなと思って、ということで大さんです。また来年もよろしくお願いします。ということで、はい、それでは次はおともんちぃさんと上ちゃんさんです。どうも、こんにちは。お二人はずっと付き合いが長いので、SNS とかで、あとよく私の動画にコメントとか入れてもらえるので、あと上ちゃんさんはブルーハーツの時、私の妻が一緒に歌ってもらってお世話になりました。ということで今回もよろしくお願いします。はっちゃけましょう。はっちゃけます。トモンチーさんのドラムセットはこんな感じです。ジャンプセットをジャンクをセットしたの。おともんちぃさんも私と一緒でハードオフマニアということ。寄せ集め。寄せ集め。いや、この2枚は相当歴史があるシンバル。私も昔使ってました、これ。非常に。こっちパイスです。なんかおともんちぃさんは私とジャンルが似てます、シンバル。ごめんなさい。こうやって OK。 はい、次は光弘さんです。こんにちは、ミキヒロです。ミキヒロさんももう3回か4回ぐらい一緒にやってるんで、あとほらインスタとか YouTube なんかでもよくコメントいただいたりしてます。今回もよろしくお願いします。お願いします。ギター見てください。かっこいいでしょ。あえてこんなアナログな感じで。はい、この機材です。はい、電子式の。じゃあ頑張りましょう。はい、お願いします。 OK。 はい、それでは次はアンジャムさんです。アンジャムさんも何回も一緒にここでやってます。いつもお世話になってます。はい、ありがとうございます。アンジャムさん実はサーフィンもやってるんです。すごいんです。バカみたいな。趣味に生きる男をやってます。素晴らしい。ギターとバイクと、そう、ギターとバイク、海も行くし、いろいろ楽しんでます。車も好きです。車も大好きです。はい、で、ギターこれ映してあげて。ギターこれです。こういう感じで毎回アーティストモデルに変えて、そう、毎回新調です。このためだけにギターを変えてます。はい、素晴らしい。はい、今回もじゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。
ありがとうございました。千人六面群馬、毎年課題曲1曲ということで、本来であればここで終了ですが、このバンドメンバーの皆さん全員に、もう1曲シークレット曲を練習してきていただいていますので、全員で演奏したいと思います。クールなプレイでよろしくお願いします。ではお願いします。千人ロックメンバー皆さん、どうもお疲れ様でございました。今回も無事、今日日曜日なんですけども、本当は土曜日やる予定だったんですけど、台風が来てしまって、ダメになっちゃいました。で、日曜日に延期になったんですけども、もう今日見事に晴れましたよね。もう快晴でした。
でも多分気温も30度近くあったと思うんですけども、盛り上がりましたかなり。ただ土曜日来る予定だった人が、キャンセルになって、多分人数的には随分減ったと思います。減ったと思うんですけども、それでもドラムは50人ぐらいいたのかな。でベースとギターもまあまあ いたと思います。何人いたかは分かんないですけど、ボーカルはチケット完売だったので、ボーカルは全員、ね、あの100人、来て、今回は1人マイクが1人1台ということで、まあ1台というか1本でやったので、随分ボーカル的には面白かったかなと思います。1年に1回ですから、本当にあの1年に1回しか会わない人ばっかなんですよ。で先ほどご紹介しました、あの私のお友達とか、また来年は皆さん来るということなので、また来年お会いしましょう。また、来年初参加のメンバー皆さんもぜひお待ちしてますので、また会場でお会いできたらなと思います。まあこんな感じで会場の方はもう撤収すべて終わりました。あっという間です。まあ、非常に盛り上がりました。途中あの竜巻みたいなのが起きたんですけども、まあ、それもそれで、まあ、思い出に残るんじゃないかと思います。じゃあ来年また皆さんお会いしましょう。お疲れ様でございました。